どうもこんにちは、おっさんゲームズです。今日もゼルダの伝説ブレストオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日は風の神獣バメドウに挑戦していきたいと思います。まずなんですけど、弓がもらえるみたいなんで、弓を捨てますね。ちょっとゾーラの弓がちょっと壊れそうなんで捨てます。で、宝箱を開けるとハヤブサの弓がもらえます。はい、じゃあちょっと話していってみます。いよいよ神獣バメドウを止めに行く。砲台は普通の矢じゃ歯が立たねえ、だから爆弾矢でぶっ壊すんだ。貴重なもんだから今回だけしかやらねえが、この爆弾矢を持っていけ。爆弾矢をもらいました。それと上空はクソ寒い。寒さ対策や食べ物の準備はできているんだろうな。あ、オッケーオッケー、うん、よし。だがその前に一つ俺から質問させてくれ。リンク、お前はなぜそこまでしてメドウ討伐に協力してくれるんだ。ゼルダを救うために決まってるわけですよ。女助けるため以外に男が動く理由はありません。100年前村のえげつリビバル様がお仕えしたハイラル城の姫様と同じ名前だな。その人と今の神獣バメドウがどう関係あるかは知らねえ。理由はどうあれ、リンクは俺と一緒にメドウをぶっ潰してくれる。そうだろ。よし、そろそろ行くぞ。乗りな。着いたぞ。ここまで高いとさすがの俺でも凍えるぜ。メドウが見えてきました。そしてあのでかいのが神獣バメドウだ。ふん、またバリアか、小賢しい。どうしたリンク、ビビって声も出ないか。いやいや、ビビってなんていないんだからね。さて作戦のおさらいをしようか。いや、おさらいって初めて聞くんですけど。あの砲台が見えるか。俺がおとりになって砲台の攻撃を引きつける。その間にお前が爆弾で砲台を壊す。これまでは OK だな。いや、初めて聞いたんだって。一時退避したくなったら布を広げてひたすら上昇すれば掴めて背中に乗せてやる。それからメドウのバリアは狙うだけ無駄だ。近づきすぎて触るなよ。最後に何度も言うが、寒さ対策だけは忘れるなよ。ちょっと一応準備させてください。前回から忘れていたんですが、私、リトの羽毛ズボンを買って装備していませんでした。これで寒さ対策はバッチリだと思います。準備は整ったか。だったら行くぞ。さあ行こうぜ。よし、じゃあ砲台を頼んだぞ。人任せ。おー、近づかないとダメか。おい、いけこの野郎。よいしょ。いい、え、1個目。よし、いいぞ。ありがとうございます。ちょっと近づかないと。お、おいーし。これでどうだ。まだか。ほ。ここだ。よし、来た。もういっちょ。はい。その調子だ。はい、壊した。あと2つ。
こいい。狙われてます。ここら辺か。よし、あ、味方を撃っちゃいけない。まだか。ここまで近づけば。よし、ほい、はい、3つ目、ラストいきます。手羽を打っちゃまずいんでしょうね。ほいほい、おお、今だ。よいしょ、もう一丁。うーおー、はい、これどうだ。やりました。バリアが消えた。やったぞ、バリアが消えた。うわー、なんかかっこいいな。おお、傷ついてる。すまない、俺は奴の攻撃で怪我しちまった。悪いが飛行訓練場へ戻らせてくれ。心配するな、かすり傷だ。お前はすぐメドウへ向かえ。リンク頑張れよ。いい奴だ。かっこいい。ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。おや、見たことある顔だ。ま、君は必ずここに来ると思ってたけど、でも100年ってのは待たせすぎだよね。うん、そうだね。ガノンに乗っ取られたこのメドウを取り戻しに来たんだろう。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れてごらんよ。あれがマップの情報が入った誘導席だよ。あそこまで行けるかな。はい、ということで、見事メドウの内部まで近づくことができましたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。